はい、こんにちは。スクルキワカメと申します。それでは、アイワナ55スパイクですね。続きをやっていきたいと思います。前回、左側2つの高難易度ステージですか、やりまして、まあ、しっかりパワーアップしておりました。で、今回は、まあ、この右側2つですね。やはり動くところはね、そんなに難しくないんで、上下反転までできればやっちゃいたいなとは思うんですけど、どうなんだろうな。まあ、言うてもね、高難易度なんで、苦戦する可能性は大いに、あります。最初は針動かないんだよな。じゃあやっていきますか。まずは、はい。で、こんなんでいいのっていう感じではあるんですけど、あ、やばい、これ死ぬやつだな。一発でいったら高評価お願いします。もし死んでも高評価で。やっぱり死んだよ。オッケー、セーブがない。これはタイミングよくっていうか、ちょっと待ってよ。はい、あ届かなかった。リリリリ、まあ何回かやってりゃいけるでしょう。はい、で、おっしゃ、いった。セーブがあるけど死にたくない。よし、オッケー。で、これ下はまあ何もないというか降りちゃったよ。普通に上に行けよっていうことで良さそうですね。あ、行った。オッケー。ここはまあ死なない。よし。で、これ届かない。左なんか合う。左なんかあったりすんのかな。あ、左から回り込めっていう感じですね。はい。で、こう、ああそこちょっとくぼんでんのやらしいな。はい。まあ、セカンドチャンスで。はい。で、今度は上から回り込めようと。左マップどうなってたかな。はい。おし。そんなに、まあ、難しくはないですね。はあ。まだ針動かないのか。はい。で、一回ここ。あー、これ。届か、上に当たったよ。落ち着いてやりゃ全然いけるから。はい。で、ここ。はい。まあ、いつもやってる針ゲーの方が難しいまであるから。はい。で、またどんどん上になんか登ってってますね。はい。そんな死ぬ要素はないんだよな。はい。あ、これは死ぬね。よかったよ。バンダル並みに難しかったらどうしようかと思った。で、これちょ、いった、危ねえ。んで、一回そこか。さてよ。はい。オッケー。これもう、こっから針が動くようになる感じですかね、いつものパターンだと。そうっぽいな。ただ雰囲気が、あじゃあここも頑張りましょう。早くない？ちょっと待ってよ。いやははは、ここは難しいと思うな。はい、オッケー。で、これちょっと待ってよ。待ってよ。うわ、もう上下反転までやっちゃいたいけどな。何マップあるかだな、ここが。待ってよ。はい。むずいって。あぶねえ、いった。で、一回下行って、はい。着地しないでそのまんま行っちゃおう。で、あのスイッチを、ちょっと待ってよ。ほんとこの一マスから出んのが苦手なんですよね。よし。で、あいつをうちに行くと、はい、合う。まだこの辺はそんなに難しくはない方かな。合う。はい。
で、スイッチを打って、普通に左からで良いね。はい。また一マスから出るやつ。オッケー、セーブあるね。おっしゃ。これむずいって。危ねえ。ちょっと。セーブ近いから頑張ろう。はい。オッケー。で、そっちから行けよと。やべ、ちょっと待って。危ねえ。はい。いけっかな、これ。うーわ、もう勢いで行くしかないな。マジでトントンと。はい、危ね、行った。で、ここもタイミング。はい、開くときに行く。開くときに、はい、よし、まだ続くね。で、これは上だな。ちょっと待って、危ね。はい。なんだかんだいけてるけど、そこ着地すんの、むずくない？ちょ、マジさ。いけたらラッキーでいく。危ね、ちょっと待って。いった。ちょっとむずいって、ここ、ほんとに。トントンと行けば降りた時に結構いいタイミングになりますね。はい。だから問題はここだな。ここもトントンと行くしかないから。こ。よし、危ね。行った。ああ。また死ぬやつだけど。いいや、もうセーブできてるし。はい。でもここもセーブ自体は近いから。え、ちょっと待って、危ね。やべ、いっちゃえ。オッケー、もうそんなに難しい要素はないから。はい、よっしゃ。で、ここ最後がむずそうだな。はい、上下が、じゃあむずくない？ここ、ここは全然いいでしょ。開くタイミング、こ、よし、いった。で、これは上から行けよってことだけど、はい、はい、よし。で、あとはもうそんなに難しくない。引っ込むタイミングで行く。よし、やっと終わった。むずかったな、結構。でもそんなに時間使ってないから、やっちゃうか、上下反転。まあ、多少ね、長い動画になっちゃったとしても、すいません。おって、じゃあ、ここも行ってみよう。やっぱりね、反転だな、てか、今回、黒いな。で、いきなりむずいっていう。はい、行ったな。これ、なんだっけ、ロケット団のアジとかなんかの曲でしたっけ？え？あ、まずは、そこか。で、にゃっなんかめっちゃ駆け足な動画になっちゃいそうだな。で、こう。で、やつに触れて、正の向きになるんだけど、まずは、一回そこか。え？着地、むずくない？いったね。はい。で、死にたくないんだけど、もう。よし、で、上下触れたらそこに、はい。で、どうやっていくんだろう、これ。一段ジャンプでいけんのか、それとも二段ジャンプでちょちょいっと。そいつに当たんの、マジか。素直に持ち越すべきだったかな、これ。はい、まあ、ルートが分かれば比較的スムーズにはなるけど、
はい。オッケー。いかんせんむずいんだよな。一段ジャンプでいけっかな、これ。やべ、危ねえ。セーブ、死にたくない、これ。ちょっと待ってよ。よっしゃ。いったけど、ここもなんかすごい迷路だな。とりあえず、まずここ。ちょっと待って、ハリ、なんか動いたな。え？一回、ここでしょ？で、あれに触れて、触れて、ちょっと待って、戻って、戻ったところで、あの針邪魔なんだよな。わかっては来たけど、むずすぎるって、ここ。はい。はい。はい。で、こう。ここ。はい。ちょっと待ってよ。よし！で、こいつに触れないように。はい。これセーブ、あ、あるね。よっしゃ、やっといった！むずい、今んとこ。で、どうすんの、今度。マジ、迷路だから、ほんとに。左からでいいのかな？マジ、カットにカットを重ねてそうだな。一回これで。あ？あ、これだともうダメですね。トントンといっちゃうのか、そこも。今んとこ一番むずいな。はい。で、あー、そこでまたバウンドして戻ってくんのか。ちょっと待ってよ。はい、にゃー死ぬと思ったけど悔しいな、これ。びっくりするぐらい後半ノンストップになるから。はい、でこいつに触れないように行く。よし、行った。でまたここで反転して、でん？そこでビヨンビヨンしちゃっていいのかな？え？むずくない？ちょっと待って、本当に整理したい、頭の中。最後2段ジャンプが必要だから、飛んでこう。最後死にたくないな、ちょびじゃん。よし、いった。まだ続くね。一回ここ、あ、そこね。で、正の向きに戻れと。はい。で、そっちか。やっぱりセーブがないんだよな、途中。はい。で、また、下に降りて、上がって、ここもノンストップじゃん！ちょっと待って、本当に。マジか。わかった。ルートはわかった。で、にゃー、ちょっと待って、もう一回。で、うわこれは裏ステージっていうか、あの、高難易度ステージに恥じないステージだな。むずいわ、一番。で、こう。はい。で、もう一丁バウンドして、真ん中で落ちる。よっしゃ！意外とそんなに、あ、終わる、これで。そんなに難しくなかった、さっきのマップ。問題ここだな。まずは、それに触れる。それが問題。ルートは分かったけど、難しすぎる。はい。もう、行けたらラッキーで、行くしかない。はい。はい。で、よし！やっと行った！むずい！で、トントンと行って、やべ！上下！うわ、最後！鬼門だな、ここ。
でも何回かやってればここはいけそうな気がしますね。はい、いや、よっしゃ、取った、イエーイ。そんな難しくなかった。オッケー、じゃあこれでとりあえず、全部の高難易度ステージが終わったんで、残すところ EX ですね。なのでまあちょっといい時間になってると思いますけど、最後 EX ステージを拝んで終わりにしましょう。いやー、でもやっぱ上下反転は全体的には難しかったな。あ、なんかいけるようになってますね。なんだろう、でもこのひび入ってたところもいけるようになってるけど、ちょっと一回セーブしてこのワープ入ってみようかな。何なんだろう。いやでも EX 楽しみだな。どんな感じなんだろう。これは、あ、これはそうか、最終ステージですね。じゃああの上のワープ、上のワープってあの途中あったやつかな。とりあえず緑入ってみましょう。あ、やっぱりそうか、このレストエリアになるっていうことですね。で、あ、読めた。まあ文言はいつも通りここに戻ってこれると。え、じゃあどうしようかな。とりあえず例のひびの先行ってみましょうか。まあこっちが EX だと、あ、 EX って書いてある。はあ、ん？増えた。え？ちょっと待って。はあ。え、もう一個の方は、もう一個の方は、なんだ？こっちも EX。え、あ、さっきより難しいっていう。え？あの、左のやつ、先にやってみようかな。EX も高難易度バージョンとかあんのかな？まあいいや。じゃあ、とりあえずね、ここ入ってみましょう。あ、シンク。青少女領域なの。あー、なるほどね。じゃあこれがまあ EX ステージっていうことなんで、次回、ここを進めていきたいと思います。というわけでここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。